つでもどこでもグリーンオン、この番組は、グリーンがお届けする、ラジオ的 YouTube ですね、今回はルール初級編、まあ、実際にラウンドする中で使えそうな、ルール変更っていうのをちょっと抜粋して、紹介したいなと、思ってます。次は、ウォーターハザードについて、このウォーターハザードについてなんですけど、ウォーターハザードっていう、ものがまずこれ一番書いてあるんですけど、ペナルティエリアという名前に変更になりました。で、これ2番と関連するんですけど、今まで池だけ、まあ、ウォーターハザードなんで池だけだったものが、ブッシュエリア崖、の設定も OK になったということなので、例えば池に入って1打罰で外出して打つっていうのが、ブッシュエリアや、崖、あと、まあ、例えばなんですけど、まあ、見つけるのが困難な林の中でも設定することができるようになったとっていうのが、増えましたね。で、あともう一つ、これ3つ目なんですけど、ソウルすることができると、いうことですね。はい、普段と変わらない条件で打てるようになったと、ということです。このちょっとウォーターハザードに関しては一回ちょっと別な回で、いろいろウォーターハザードすごい難しい部分あるんで、それだけ使ってちょっと一回使おうかなと、思ってます。こういうウォーターハザードすごい難しいですよね。はい、なので例えばこういう時どうなのとかっていう質問とかあったら全然言ってくれれば、僕お答えしますんで、よかったらコメント欄にいろいろ書いてみてください。で、あともうちょっとです。大きく変わった点、これも大きいですよ。まあその他の変更点にしたんですけど、1番目が、二度打ちが無罰。これすごくないですか。まあ、これあくまでもあれですからね、誤っての場合なんで、まあ不可抗力の場合のみですよ。ちょっと上に上がりすぎたミスったポーンって触っちゃうとかじゃなくて不可抗力です。僕これ結構あるのが、あのグリーン周りでアプローチするときに結構あれかかんみたいな、そう二度打ちしちゃうことが、まあ、今までにも何回かあったんですよね。うわこれで 2打かよみたいなところがすごいあったんで、やっぱりこれってやっぱ初心者にすごく多い、あれだと思うんですよ、2度打ちは。だからまあそういう部分ではやっぱ初心者にすごくルールとしてもスカー的にも優しくなったんじゃないかなってすごく思います。で、2つ目が OBいや、ロスト。あ、そう。OB やロストは、紛失したと思われる場所から、2打罰で打てるということなんですけど、これも、例えば暫定打ってなかったときに、まあ、例えばティーショットですね、ティーショットで暫定打たないで行ってみたら OB だったってなると、まあ普通もう戻れないですよね。なのでまあゴルフ場によってはローカルルールで前4とかあるじゃないですか。それが、前4がある場所ない場所、まあ、関係なく、例えばあこれ OB だなと思ったらそこの近くから2打罰で打てる。まあ結局4打目になるんで前4と変わらないんですけど、だから前4との選択、前4があるゴルフ場だったら前4を選択するのか、まあ亡くなった場所と思われる場所から2打罰で、まあ、4打目で打つのかっていう形で選択ができるようになったっていうのは、やっぱり初心者に、これもすごい初心者にすごい優しいルールになったんじゃないかなと。やっぱり、まあ、特に男性なんかはまあ、OB ティーショット打ってガーン打ったら OB だったってまあなくはない話で、まあ、それでもまあ
ゴルフ場によっては前4もちろんありますし、ないゴルフ場でも救済処置が取れるようになったっていうのはすごくいいことなんじゃないかなって僕は思ってます。まあやっぱりちょっと今日ご案内するのはこのぐらいなんですけど、やっぱり本当にプレーファースト、プレー時間の短縮っていうところと、まあ複雑な規則っていうか、まあルールっていうのがすごい緩和されてる内容なんじゃないかなって、思ってますね。はい。だからまあこれでこのルールによって2019年100切りできたよっていう声が少しでも多くなるんじゃないかなと。あと1打2打で100切れなかった人がこのルールを知ってることによって100切れるようになったとか、まあ、そういうお声がいただけたらすごい嬉しいですね。まあ、けど本当にルールは知っといて損ないんで、まあ自分で調べる、まあ調べたらもう、まあ調べられるし、まあ勉強しても全然そんなに苦にならない、まあゴルフ好きな人はやっぱ苦にならないと思うんで、はい。でまあけど、まあ僕がそういうところを、まあ、カバーできるような動画を作っていけたらなと思ってます。ということで、本日はこのぐらいにしておきましょう。グリーンでした。YouTube ネームマックスジジスさん、宮城出身ですか？近いうちに出会えそうですね。そうなんです、宮城出身です。では早速提案です。スイングドクターというドライバーがあります。ヘッドはジュラルミン製、シャフトがグニャグニャの柔らかい練習機。これなかなか打つのが難しいのです。このドライバーを使ってのドラコン大会はいかがでしょうか、っていただきました。ちょっとこれ面白いですね。ちょっとやってみたい。メンバーで練習場行って誰が一番当たるかっていうのも面白いかもしれないですね。まあいろいろコメントいただいて、たくさんいただいてありがとうございます。まあいろいろですね、これからやってもらいたい企画とか、取り上げてもらいたいルールとか、まあそういうところいろいろコメントいただければ、まあ、ご紹介もしますし、まあそれを題材に動画作っていきたいなと思っているので、どしどしコメントいただければと思います。じゃあ今回は、このくらいにしましょうか。はい、エビスゴルフレンジャーのグリーンでした。またね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。エビスゴルフレンジャーイエローでした。